すごいスタンダードには、まあ、ごにゃごにゃお願いしますって、ごにゃごにゃって、まあ、両袖が取れたよと。両袖が取れれば、片っぽの足で、相手の腹蹴って、ぎゅっ、こう、あれちょっと90度ね、90度っていうか、相手に横っ腹向ける、向ける、そう、両足じゃなくて、横っ腹向ける、うん、この形作れば、入れれる、この形。うん、で、こう、なんていうかね、この、俺の鼠径部で、鼠径部で腕を、手首を挟んで回す感じ。だから、あ、今何言いたいのか。だって、なんかこう、腹の上に引いてる、いや、回らんわ。だって、まあ、見りゃ分かるよ。うん。回らんよね。何がしたいのかだから、こう、引いて、ここは離した方がいいよ。で、この手首に自分の足首を、足首じゃない、鼠径部当てて回していきな。そう。こうすると、こんだけ長いものを、まあ、巻き代があるっていうの。はい、あ、これもダメだよな。こう、膝あたりが当たっちゃうと、この膝から上の部分しか巻けないけど、これじゃ巻けんだろ。こう、ここにつけてもやっぱりやりづらいと思うんだよね。浮かしといて、うん、こう巻くと、俺はこうやるよ。うん、で、右、両手引く人が、両手引くとね、またやりづらいな、なんでかわかんない。右手は引こう。あ、押そう。うん、顔右に向けたら、右手と右足伸びるし、左手と左足曲がるんですよ。だから、弓を引くようにして。で、こっからこの足、ケツ上げて、鼠径部と手首を当てて、そして回せば、うん、できると思うんだけど、ありがとう。ちょっとやってみる。